それではまず最初を聴いてください、オリジナル曲「音のない街」ワン・ツー・スリー・フォー。まあ、音のない街って言って、まあ、もし音楽を知らない歌を知らない街がそんな街があったら自分がその街に行って、まあ、歌う楽しさだったり音楽の楽しさだったりを伝えようっていう歌になってます。結構紹介文にもあったんですけど、まあ、頭の中に浮かぶ情景を曲にして曲を作ってますいつも、はい、じゃあ次は少し静かな曲になります。静かなノリっていうか、まあ、うちそこに、まあ、うちのおふくろと親戚のおばさんが今来てくれてて、2日前ぐらいにこの曲をやってくれって言われてやることになった曲があります。はい、ね、猫をテーマにした曲になってます。聴いてください。ブラックチャット、ワン・ツー・スリー・フォー。あ、ごめんなさい。ワン・ツー・スリー・フォー。Thank you.
よかったら手打ちにします。はもうまるで袋のネズミ、鈴の音を鳴らせば他でもない奴が聞いた声で誘っている、こっちへおいで。月明かりを頼りに丸い真珠には興味はな、欲しいものは他でもないその瞳だけ。甘い香りを撒き散らし、月夜の下で共に踊ろうか。 Oh yeah. 永遠への必要ない夜が明ければ終わる、日が昇るその前に、その影で僕を隠して表明る術はもうない。その眼差し、体が吸い込まれるよう誘う、引きつける誘う通ってる、また旅に酔わされた獣ように最後に猫が鳴くというオチです。どうかしおふろ、俺の出来栄えは？ありがとう。曲になるんですけど、最近ちょっと車を変えまして、まあ新しく、まあおふくろが言う親戚から、あの知り合いからもらった車なんですけど、まあかれこれ今まで免許取ってから6年ぐらい使ってて、まあ今回まあ距離数も限界に超え、あの廃車にするっていうことになって、まあやっぱ廃車ってやっぱ今までやっぱ車っていうのはやっぱ遠出とか通勤とかやっぱ共にしたなんか相棒だったりして、なんか廃車にするってなるとちょっと寂しいなっていう気もしました。でまあ何ですかね、あの車、まあその今は亡きその車に向けて書いた曲、そしてこれから今乗ってる車に対して、あのこれからもよろしくっていう感じで書いた曲があります。聴いてください。Only my car。残った
いつか寿命が来るものだったりして、やっぱいずれは買い替えなきゃいけないなっていう、今回その痛みを知りました、はい、じゃあちょっとしんみりしちゃったんで、だんだん今回ちょっとメインに移らせていただきますまあメインというかもう始まってるんですけど、じゃあこれはちょっと激しい曲になります。あの夜の男女が夜真夜中のダンスホールで踊る曲になってます。じゃあ聴いてください。 Meet NightDance hall. One, two, three, four. One, two, three, four. Midnight, 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 oh, midnight, 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 midn
したくない。空に浮かぶミラーを照らされたまま、このまま二人で飛んでいきたい。朝が来るまで一言言わせてくれよ。夜が明けるその前に愛してると言わせてよ。夜が明けるその前に Hey! Hey! Hey!自分で思いました。あ、そうか、はい、チューニング、あ、チューニング、はい、生ビール、生ビール、はい、はい、なかなかいい PA さんですね。後輩みんな見えてますかね、自問だけ。ベース弾いてたりとか、またね、なったら立ち回り一回連れてきて、ライブやったことあるんで、ここで他県から来られてる人います？他県の方、あのいらした方、はい、あいや、鶴さんはあのマスターです、あの東京の方ですよね。はい、浅井野さんはあのそうですね、はい、あ、そちら の、 あのお兄さんは、山形です。山形、はい、あ、もしかして米沢の方から来たんですか？小国町からやってます。小国町から、はい、あ、小国そば、小国そば、はい、あ、美味しいですよね。ぜひいらしてください、はい、食い物がいい。ちなみにあの私が好きなのはあの高里の方にある高藤そばっていうそばです。それ大和でしょ。大和そば、はい、大和そばにあのその高藤のあのからしの大辛い大根をあのめんつゆにつけてあのそれをそばつけて食べると結構美味しいなって、あの結構気に入ってます。それを高藤そばって言うんだよ。それを高藤そば、はい、それを高藤そばって言います。はい、あの結構高藤の方にあの作られてて、ね、はい、結構高里じゃ高里ってください。あ、高里の方ですね。大和がいい人、はい、大和、はい、大和の勝ち、大和、あ、いや、ね、高里の人、高里の南アイズです。あ、南アイズ、あ、結構遠いところ来られましたね。あ、10分前、あ、よかった。よかったじゃない。はい、じゃあだんだんあれですかね、あのだんだん SY さんもあのスタンバイあのだんだん飛んできてるんで、じゃあこれで最後の曲にしたいと思います。これはあの自分が作曲を始めてあの一番最初に作った曲になります。まあギター弾いて、まあ、作曲をしながら、まあ、人前で歌って、
まあ、いつか大きな夢をつかむっていう、今はあの空回りとか何かにしてても、まあ、いつか夢が叶う日が来るっていう、そういう内容になっています。じゃあすいません、聞いてください、サンフラワー。1200円で買うことができます。ちなみにこのデザインは私がしました。
あのポスターもね、はい、あ、はい、ポスターも、おい、ぜひ、上下が逆です、ウェイドしてる、高さんが出してる、あ、こうですね、はい、はい、そうそう、そうです、はい、はい、もし、あの、よろしければ、あの、男ショップの方に行って、ぜひ、あの、お買い上げください、はい、どうも、ウィーミスでした、この後は、お疲れ様の登場です、ありがとうございます。